カラスマ大池駅は京都府京都市中京区虎屋町にある京都市営地下鉄の駅。地下鉄のカラスマ線と東西線が十文字に交わる、結節点に位置する駅で両路線の乗り換え駅である。駅番号はカラスマ線は K08、東西線は T13 である。東西線開業前は単なる通貨駅でありビジネス街としての発展度も低かった。 東西線開業後は、京都市内唯一の地下鉄の交差する交通支弁の場所として、駅周辺が発展し始めている。2008年には、地下鉄の赤字解消策の一つとして、駅構内における商業利用の本格的な展開を開始し、金融機関の ATM や、カラスマ線と東西線の連絡通路に、飲料水の自動販売機及び休憩所をそれぞれ設置した。 東西線乗り場地下1階に改札、その下の地下2階に、カラスマ線乗り場、さらにその下の地下3階に、東西線乗り場が位置する。ホームは、カラスマ線ホームが同線で、唯一の相対式2面2線、東西線ホームが、島式1面2線となっている。またホームドアを装備している。東西線の各駅は駅ごとにステーションカラーが、設定されており、 当駅のステーションカラーは朱色である。駅の北側に友人改札口があり、売店もある。友人改札口を入ったところには、お池駅ギャラリーがあり、地域の情報や美術工芸品が掲示、展示されている。カラスマ線は駅北北王路方に、東西線は駅東三条京阪方に、上下線の片渡り線が設置してある。 東西線の片当たり線は2013年9月に起こった台風18号による大雨の影響で五両駅が冠水し、当駅から小野駅間が運転見合わせとなった時、当駅と渦正天神川駅を折り返す列車の折り返し用ポイントとして使われた。東西線ホームでは東側階段、同エレベーターが烏ラ線の市場、京都、竹田、新田編。 近鉄奈良方面のホームに、西側階段、同エレベーターが、カラスマ線の北王子、北山、国際会館方面のホームに直結している。2019年度の1日平均の乗降人員は、カラスマ線、東西線を合わせて5万1823人である。この数は、京都市営地下鉄の全駅中、京都駅、市場駅に次いで3番目に多い。また、 一日平均のカラスマ線、東西線の連絡人員は63,840人で、ある。当駅を乗降または乗り換えで利用した人員は、この合計で1日平均十一平均115,663人となる。カラスマ大池交差点交差点北東にある、日コン本社ビル駅前に移転した NHK、京都放送局新局社駅周辺は、オフィス街を形成している。 近年は新風館や文椿ビルジングなどの複合商業施設ができ、カフェやショップなどの出店も盛んである。駅直上にはカラスマオイケ交差点が存在する。地下にカラスマ線が走るカラスマ2と地下に東西線が走るオイケ2の交通量が多い二つの通りが交差している地点である。また、カラスマオイケの名称は、 交差点周辺の地域を指す名称としても使用されている。最寄りのバス停は、カラスマオイケである。以下の路線が、京都市交通局、京都バス、西日本 JR バス、京阪バスにより運行されている。ABCDE ソネサトル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄4号京福電機鉄道、英山電鉄、佐賀の観光鉄道、 京都市交通局、朝日新聞出版文冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2011年4月3日、22から23ページ。AB 京都市交通局、地下鉄、カラスマ線への可動式ホーム作の設置について、京都市交通局京都市交通局、平成26年12月20日から、カラスマ線、 カラスマオイケ駅で、稼働式ホーム作共用開始。京都市交通局 ABC 京都市交通事業、白書令和元年度版53ページ。ABCDEF 京都市交通事業白書平成20年度版。ABCDE 京都市交通事業白書平成25年度版。ABC 京都市交通事業白書平成27年度版。 京都市交通事業白書平成28年度版、京都市交通事業白書平成29年度版56ページ、京都市交通事業白書平成30年度版52ページ。ありがとうございます。